久保さん、ちょっと動画を見て思ったんですけど、これヤマくんって、これ僕のおかげかなと。もう完全ジャイアンの思考なんですけど。<laughs> ジャイアンマインドっすね。ヤマくんは俺のものみたいな。<laughs> いや別に大丈夫ですけど。でもね、まあ久保さんのお話し,してる、いただいた通り、久保さんが、あのー、なんだろうな、麻雀店をやってたら、多分、ないっすよね。この、 生活。あと、ヤマトくんの不妊治療だったりとかもうお金でね、あれだったと思うんで。だそう考えると、僕があの時セールスレター書いて、あの、販売してたスマホアプリで稼げるっていうね。<laughs> あのレターを作っていなかったら、久保さん買ってなかったですからね。ですよね。まあ、もうほんと久保さんのあのスマホアプリから、もう7年8年経ちましたけど <laughs>。 僕たちやっぱ長いっすね <laughs>。そう、10月11っすよね。僕10月1日で、久保さん10月11で、僕の会社設立日が11月11で、与沢さんの誕生日11月11だと思いますけども <laughs>。<laughs> まあまあまあ、あれですね。はい、まあそんな感じで、まあきょ、今回のテーマはですね、あの、うーん、 始めなければ始まらないというテーマでお話ししようかなと思うんですけど、みんな始める前からいろいろ考えるんですよ。でも始め,始めないから始まらないですよ。で、あの、リメンバーでも相当言ってきましたし、まあ、レイジでも相当言うと思います。だけど、ほとんどの人はやっぱ始めてないんですよね。 だから始まらないですよ。だから僕がセールスレターを書くっていうことを始めました。まあや,や,り,やりました。そのことそれによって、久保さんがそれを買って、で、えー、お客さんっていう関係性が出て、その後いろいろ買ってくれて、塾にも入ってくれて、まあなって、で、今のつながりがあって、久保さんがこう稼げるようになって、で、えー、それでまたね、今の生活があったりとか、子供さんが生まれたりとか。だから僕がセールスレターを書いてなかったら、 今の久保哲郎はなかったかもしれないっていうね。始めなければ生まれ、始めなければ生まれないにしましょうか <laughs>。始めなければ始まらないにしたいんですけど、始めなければ生まれない。ヤマト君にかけて、始めなければ生まれないと。だから要は、生まれるって何かっていうと、ま、あ今回ね、ヤマト君の命かもしれないですけど、あの、始めなければ失敗も生まれないし、成功も生まれないですよ。わかりますつまり、何も生まれないってことです。 ということは、現状維持ってことですね。現状維持。で、その現状維持が嫌で何か情報を見たりとかね、現状維持が嫌で何かこの新しいことをやろうと思うわけじゃないですか。じゃあ、始めなければ、その新しいものは生まれないよって話なんですよ。だけども、多くの人はね、ここになんかビビるんですよね。始める前に大丈夫かなとか。うん。まあ、見たくれを気にするというか、でこれね、久保さん、直近でね、 直近でいただいたあのメッセージね。これ、これがもうあの直近でいただいたんですけど吉田さん、はじめまして。LINE に登録は初めてですが、動画昨日から見始めて。久保さん、昨日から動画見始めたみたいですね。すごく生の声ばかりなので登録させていただきました。よろしくお願いします。ということで。さっきね、LINE に登録していただいて、メッセージいただいたんですけど、 で、これでまたワンツー動画撮って生の、生の僕を送っときましたけど、<laughs> 昨日から見た人が LINE の方に登録していただいたみたいですね。じゃあ、この LINE に登録していただいたという現象、このメッセージをもらったっていう現象も、昨日から動画を見ていただいてるみたいなんですけど、僕が昨日動画をアップロードしてるからですね。もしくは過去の動画を見ていただいたのかわかんないですけど、動画をアップロードしていなかったら、このつながりは一緒ないわけですね。うん。 だからやっぱ始めなければ何も生まれないですね顧客リストもほんと何も生まれないですねうんだから人生を変えたいんだったらやっぱ始めることですよねうんそれに尽きると思いますしこのレ「億万長者合宿」そして「リターンズ」レイジ「0時」これからも続きますけどこのメッセージっていうのは、えー、形を変え切り口を変えいろんな形で言いますけどまあやれと、まあ、それだけなんですけどね <laughs> そう ね、久保さんねいやでもね大和くんは僕のおかげですね久保さん <laughs> これジャイアンマインドですけどねベルファイアも僕のものですね <laughs> まあ久保さんがやっただけですけどねだから久保さんが結局始めたんですよだってあの,あの時ってあの結構その広告とかも使ってたりとか結構露出してたんで 多分は同じ、例えばそのセールスレターを見た人っていると思うんですね。久保さんと同じようにセールスレターを見た人がいて、でも買う人と買わない人がいるわけですよね。だ買うことを始めるのか、ね、買わないことを買わないのかっていうね。<laughs> だから久保さんは買うことを始めたわけですね、そっから。で、結局あのバックエンドまで買,買うことをあの続けたっていうね。<laughs> そう、綺麗に久保さん買っていただきましたね、いろいろとね。ありがとうございます。はい まあ、裏で僕がやってるとは思わなかったでしょうけど山口ですみたいなやってましたね懐かしいっすね <laughs> いってらっしゃい